で初日3レース走られます静岡の決め手選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨年の優勝ということで、昨年の時の印象はいかがだったでしょうか。去年はすごい充実した1年間で、まあ、正直自分が取れるとも思ってなかったんで、びっくりしている方が大きかったんですけど、今回はしっかり狙えるように、狙って取れるように練習もしてきたので、優勝だけ目指して頑張ります。ワールドカップ決勝進出で、その後も、2回連続完全優勝ということで、状態はいいのかなと思うんですけども、ご自身はどうでしょうか。だんだん良くなってきてます。今回のガールズフェスティバルが、いった最後という形になりますけども、こういうレースっていうのはどうですかね、イメージっていうのは。そう、イメージは特にあんまないんですけど、最後なので優勝して、いい形で締めくくれたらいいかなと思います。わかりました。では、3日間意気込みをよろしくお願いします。はい、しっかり自分の力出し切って頑張ります。まずは1回。